よく類型論取り扱うじゃないですか、はい、であのタイプだこのタイプだっていう自認があったり、はい、誤認があったり、はい、人から言われたり人がこのタイプだって言ってるのを違うと思ったりみたいなこれって、うん、おそらく名前ですよね。名前、はい、名付けられるじゃないですか。どこかの動画でも言いましたが、うん、初めエニアグラムは、はい、数字で表されていただけ、うんうんうん、タイプ1からタイプ9まであって、うんうん、完全主義者とかはないない、はい、でどちらかというと悪い捉え方のもの、うんうん、例えば、まあ、囚われみたいな話ですよね。そう、うん、あのタイプ8だと、うん、怒ってばかりみたいな、はいはい、タイプ6だと、うん、何でも反対、タイプ3だと、うん、ただのイケイケ、はい、みたいな、はい、そういうところを味わいやすくしたんでしょうかね、うん、人に広めるためなんでしょうけども、うんうんうん、そのいいところを表してきた、はいはいはい、っていうところで、うん、それを名乗れば本当は違うんですよ、うん、でもなんかそれを名乗れば、うん、なんかそれになれるみたいな錯覚と超越感、はい、俺はそうだ、うん、っていうのが働きだし、うん、なんか混迷を迎える、うん、混迷していくみたいな、うん、僕なんか、はい、エニアグラムのことはまだ忘れていなくて、うん、はい、エニアグラムを捨てたみたいな風に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、はいはい、いや違うと、うん、我々はそもそもエニアグラムのチャンネルだと、もともとはエニアグラムですもんね、はいはい、っていう認識はちゃんとあって、うんうん、でエニアグラムのタイプのこともちゃんと日々考えているんですね、はいはい、私は何であろうみたいなのを考えているときに、うん、なんか隊長と話しているときに、はい、あの2説あるじゃないですか。2説あります。二等兵タイプ2じゃないか、はいはい、で今あの秘密裏にバカボングラムっていう本を読んでるんですね、はい、赤塚不二夫監修大天才赤塚不二夫が監修した、はいはいはい、要はバカボンのキャラクターにエニアグラムのタイプを数値とかじゃないんですけどバカボンパパタイプみたいなのがある中でおそらくタイプ2であろうみたいなのを読んでるときにタイプ2の人って振る舞う人じゃないですか、はいはい、飲めや食えやわっしょーいってお餅バンバンってやる人じゃないですか。全くないと思ってそんなの、はい、で人は3といい、はい、人は6といい、うん、多分僕もこのどっちかかなと思ってるんですけど、僕がタイプ3って自分で言いにくいのって、はい、あそこに達成した達成する人みたいなのが名付けられていて、うん、でその世でイメージするタイプ3のイメージが、うん、まあ諸説ありますが例えば木村拓哉さんとか、うん、はいはいはい、武田真治さんとか、うん、もう見た目キリッと、はい、どうだみたいなイメージがあると、うん、僕がタイプ3って言うと、うん、ああなんかあんな風に、うん、ああ二等兵ってなんか痛い人だねみたいなのが言われたくがないがために、うん、なんかその初めにまあ6って言ってたしさ、うん、6っていう思いがあって、うん、これっておそらくこの MBTI の方でも、うんうん、あの CA マヤさんの本でも書かれていますが、はいはい、現代社会では思考が有利とされていて、はい、西洋社会では、うん、外交性、はい、ポジティブな面がいいとされているので、うん、なんて言うんでしょう、まあ、日本では、まあ、特に外交内交はあんまりないんですが、はい、その思考だって言ってる人が多いんじゃないの、うん、っていうのがずっと思っていて、うん、だとなんかそのなんかそれが本当にあるのかどうかわかんないんですけど、うん、なんて言うんでしょう、思考だけど思考が苦手とかっていうのをツイッターで見たことあるんですね、うんうんうん、思考が苦手な思考タイプとか、うん、はい、あの感情が苦手な感情タイプ、うんうん、思考が得意な感情タイプ、うん、はい、もうなんだそれじゃないですか、うん、で今日取り扱うのが、うん、まあ後ほどなんですけどね、はいはいはい、内向直感を扱おうと思ってるんですけど、うん、内向直感ってどんな人だろうと思って、うん、ちょっとなんかネットでパチパチって打ってみたんです、はい、うんうん、そうしたところなんか内向直感、うん、未来を見据える人、はいはいはい、みたいなのが出てくると、わかります、あもうダメだって、うん、そんなの名付けちゃダメだよって未来なんか見せられないです、
そうって話ですもんね。内向直下は内向直下なんですよ、うん、要は未来を見据える人なんて言い始めると、うん、もうあ未来を見据えるってなんかかっこいいじゃないですか、うん、かっこいいし、いやいやもあるじゃないですか。そういういやいやもあるはずなんですよ、うん、いやそんなに内向直下だとしても、はい、いやいやそんなに見れないよみたいな、ないそんなに未来を見据えてるなんて言っちゃいけないって思いも出てくるじゃないですか。でもそれって内向直感の人ってそう思いますかね、うん、思うと思いますよ。なるほど、もっと見れるはずだみたいなのがあるじゃないですか。ああなるほど、うん、あじゃあ逆に、はい、勘違いはありそうですよね。勘違いだからどちらでも勘違いはあると思うんですよね。だからねこの老子先生は言うじゃないですか、うん、はい、名付けちゃダメなんですよ。はい、うん、エニアグラムをもともとは、うん、名付けてない、名付けてない、番号しかない、番号しかないんですよ、うん、番号に優位性ってないじゃないですか、うん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 、3は3でしかないんですよ、うん、ただのイケイケなんですよ、うんうん、達成する人なんかじゃないんですよ、うんうんうん、っていうね、うん、あれがなかったら、うん、なんかもっと素直に、うん、このタイプじゃないかなって言えると思うんですけど、要は、まあ、でもそれはそれで多分同じのが働くとは思いますけどね。ありますかね。だってディスられるわけですよ。あ、ごまかし上の方の言葉じゃないですか、はい、イケイケも言葉なんですよ。ただの何でも反対も言葉、何でも反対も言葉じゃないですか、はい、何でも反対って言われた時にいやそんなに反対しないよってなるじゃないですか。あ、はいはいはい、さっきの未来を見据える人にも対してもそんなにそこまで未来を見据えてないしみたいなそんなに未来見据えられないみたいなのもあるかもしれないけど、はい、逆にこう反対側にもいやそこまではないよみたいな抵抗が来るじゃないですか。なるほど、そうですね、やっぱ言葉はダメですね、うん、言葉自体が多分そうなる、言葉に引っ張られる、はい、うん、確かに、うん、なんか物事を逆に見にくくしますね。はい、エニアグラムってあなたの欲求はどこかみたいな、うん、っていうところから考えようなんて言うんですけど、このエニアグラム的には、はい、一番深いところって根源的恐れって言われてるじゃないですか。うん、何に恐れをなしているか。あ、うんうん、そうですね、うん、でそこから生まれてくる欲求っていうのはその表面でしかない、うん、なるほど、うん、で本当に恐れてるのは何かを探求してきてみたいな感じだから多分特定するなみたいな感じなんですよ。一生かけてそこを探求していきましょうみたいな話だと思うんですよ、ね、なるほどなるほど、うん、結局表に出てきてる部分はこう違う原因かもしれないみたいな、はい、うん、でまあ、逆になんかエニアグラムを知ってしまうと、はい、若干エクスキューズになるところもあるじゃないですか、うん、私はこのタイプだからさみたいなのを言うと、うん、なんかそれを言えば何でもありかみたいな、はいはいはい、違うじゃんって、うんうんうん、言うのはちょっと思ったりしますよね、うん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 、そうで、そこじゃないって話ですもんね。エニアグラム握るなって話ですもんね。危ない危ない危ないとこですね、はい、はい、掴んじゃいけないよって、はい、っていうところなんで、うん、なんかその名前だななんて思いながら、うんうんうん、